また会ったね、お兄さん。なんだこれは、幻か。なんだ、幻じゃないよ。知り合いに誘われてね、近くの別荘に来てるんだ。また会えるなんてすごい偶然だよね。これって運命だったりして。はあ、何を言っている。巻きの置き方変だよ。ちゃんと空気の流れ考えないと。おい、勝手に触るな。お兄さん、キャンプ初めて。いや、じゃあ2回目。3回目4回5回目6回7 8 9 10 11。11回目か。俺は何も言っていない。お兄さん、見かけによらず不器用なんだね。かわいい。